ローマ人への手紙、15の4節からあの始めたいと思います。これまでに書かれたことが柄は、すべて私たちの教えのために書かれたのであって、それは聖書の与える忍耐と慰めとによって望みを抱かせるためである。そう、この全部の聖書は私たちの忍耐と慰めのために書いてあります。私たちは聖書を読んで、じゃあ今の世界は、今の状況はちょっと苦しいけど、これを信じたら、そして神の律法を守ったら、それは我慢できるんです。だからこれを全部読むのはそれについては大事です。